鳥居、畑久神社は、京都市南端市にある神社。式内社で、旧社格は孫社。歓喜にあった、氷室神社を合祀したため、畑久表質量神社とも呼称される。畑久神社の変遷かつて、当社裏の峠を越えた、歓喜下村には、朝廷の氷室が設けられていたとされる。社殿によると、その地には、表室大名人が鎮座していた。その後、 時期は不明ながら、その分祠を氷所に建てたのが、当社の創建という。当初は、現境内の南方に位置する古宮の地に営まれ、氷所大明人と称したという。そして、和道年間、近在の実の田村にある、旗や山に八竜の旗が、天から下り、そのうちの一竜は、氷所大明人の境内樹にかかって、金色の光を放っていた。これを機に、 以後は社名を、旗久氏と改めたと伝える。平安時代中期の演技式新明庁では、丹波国府内軍に、旗久神社と記載され、式内社に列している。同じく、演技式には10所の氷室が記載されており、このうち丹波国総伝軍の池部の氷室が、当地の氷室に否定されている。また、この氷室は、洋曲、教室の舞台にもなった。 天正十九年、故宮の地から移転し社殿が造営された。関起下村の表室大明神が、戦国の戦乱で消防していたことから、漢文九年に道上を行使し、以後は、表室、旗久資料社大明神と称していた。明治六年、近代社格制度において尊社に、列格した。明治九年、式内社の社名に基づき現在の旗久神社に改称した。 社殿は大正10年に消失し、大正13年に再建された、故宮遺跡所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。